ささ、ぼくのなまえはうさつむりというわけで始まりました「えそらごと計画でございます。 皆さんにですね、ちょっとばっかり過去2008年から2018年までほとんど毎年ですね、おかえりスマイルという番組がありまして、その中でパーソナリティの三輪早苗さんから、せいさんせいさん、なんか怖い話お願いしますなんていうふうに言われましてですね、ちょっと短い怖い話。 なるものをですね、ずっと毎年毎年8月にやらせていただいておりました。それをですね、取っておいていただけましたので、発表させていただこうかなというふうに思う次第でございます。皆さん、どうぞお聞きくださいませ。音だけではありますけれども、まあ、軽くテロップなんかでですね、文字紹介も少しだけさせていただきながらお届けしたいと思います。では、 お聞きくださいませ。こんばんは、つくい矯正です。ちょっと短い怖い話。今回は最終話です。二千十六年もお付き合いくださいましてありがとうございました。 本日のお話は「だるまさんが転んだ」知り合いが小さい頃に体験した話小学校2年生くらいの時に父親と夜釣りに行ったのだといういつもは昼間の釣りに一緒に行くのだがその時は 昼間に母親にすごく叱られてなんだか無しに父親について行きたくなり無理を言って連れて行ってもらったのだというお父さんは夜釣りでもいつもたくさん釣るから見てみたいんだ今夜は漁港の防波堤だからまあそんなに危なくないから、うん、連れてってやるよ その代わりいい子にしてるんだぞうんわかった釣り場に着くとしばらくは父親と釣り仲間がかまっていてくれたがその晩は面白いように魚がかかるらしく大人たちは釣りに夢中になっていったという。しばらくは 釣り上がる魚を見ていたがそのうちに飽きてしまってちょっと漁港の建物の方に行ってみる夜の漁港はそれなりに明かりがついていて真っ暗というわけではないところどころに釣り人がいて怖い感じはしなかったというそんな中に。 自分と同じくらいの年の男の子がいるのに気がついた。その男の子を見ていると向こうも気がついたらしく近寄ってきて話しかけてきた。今日はものすごく月の加減がよくって魚がいっぱい釣れるんだよ。へえそうなんだ。ねえ。 何かしてあそぼうよお、うんいいよこうしてふたりはあそびはじめたふたりだけのかくれんぼおにごっこしばらくするともうひとり「おもしろそうだねいれてよ」とさんかしてくるいつのまにか。 ひとりさんかして4にんでぎょこうをはしりまわっていたそうだするとさいしょのおとこのこが「だるまさんがころんだやろうよ」と言いいだしたほかのこたちも「やろうやろう!」ともりあがって 波止場の照明塔のところにやってきた。じゃん。けんぽんああ、なんだ。僕が鬼か。そう、男の子がいて、照明塔のところまで走っていく。行くよ。だるまさんが転んだ。そっと。 みんなで男の子に近づくだるまさんが転んだあら動いたのみっけあーみっかったと言って隣の子が照明灯の男の子に捕まるだるまさんが転んだ はーいほら動いたもう一人の子が捕まって自分だけになるだる,だ,だるまさんが転んだだるまさんが転んだそーっとそーっと近づいてゆくあと少し。 あと少しだるまさんんが転んだあ、動いてないかうん上手だなあともう少しでタッチしてみんなを助けられるだるまさんがよしタッチだ と思った瞬間に危ないと声がして父親に抱きしめられていたというもう何してるんだもう少しで落ちるところだったぞえみんなで遊んでたんだよえみんなって誰だ 辺りを見まわすと、今まで一緒に遊んでいた男の子たちがいない。父親の話だと、一人で歩いたり立ち止まったりしながら、不頭の照明塔に向かっていくので、心配になって、 追いかけてきてくれたのだという照明塔は先端に立っていてそこから先は流れの速い海であった誰に聞いても自分と同じくらいの年の子供たちはいなかったという。 みんなで遊んだのだだるまさんが転んだ本当にあと一歩踏み出していたら海に落ちていただるまさんが転んだ でといういお話でした最後まで聞いていただきありがとうございました。